時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。月曜パートナー平野ノラです。はい、ナイツザラジオショー今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。今日からこのナイツザラジオショーと金曜日の中川家ラジオショーが、うん、愛媛県の F 南南海放送でネットすることになりました。はい、愛媛の皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいですね。ネットが広がっていくというのはすごいですよ。すごいことですよ。柑橘系ですもんね、スタジオも、ね、香りが柑橘系、柑橘系のいい香りが、極わせみかんがですね、美味しい、届いてまして、フレッシュな南海放送香りがね、はい、今日のなんか新聞の、愛媛新聞の、一面に、ね、広告出てるんですけどね。でね、これ僕はもう本当南海放送の人に言いたいのが、はい、月から水木でナイツやってるんですけど、金曜日だけの中川家さんと同じ大きさやめてもらいたいの。しょうがないから言っております。ずっと先輩だしさ、でこっちが大きくなるのもちょっとおかしいじゃん。それは。そうでございますね。タイムテーブルとかもね、やっぱやっていただいてますから、これすごいですよ。まあ立派なもういい紙だよこれ。高い紙ね。タイムテレビの紙もいい紙を使っていらっしゃる。紙使っていらっしゃいますやはり。いい紙ですかやっぱり。出ますからね。F南さんこれね。はい、肌触り出ます。肌触りで出ます。はい。すごいね本当にね。ね。まあ一昨日ね、さっき高田先生とねちょっと話したんですけど、高田先生が主催する、はい、未亡人の会っていう会。力道山未亡人っていう本が、細田さんっていう方が、はい、ノンフィクション作家で、はい、その人が書いた本が、うん、高田先生がもうあまりにも面白くて、その細田先生を囲んで、うん、もうそのプロレスの話をするっていう回を第1回でやったんだって、はい、でそれ俺は言ってないんだけど第1回は、うん、でその時に細田さんがやっぱりこうノンフィクション作家だから、うん、こうものすごいいろんな取材をしてて、はい、もう、なんていうのか、ちょっと何に関しては、それはそうですねって言って、そういう、なんていうの、芸能界の裏事情とか、なるほど、そういうのとか、ものすごい盛り上がって、はい、最後なんかもう本当ゴシップだけで、みんなで5時間ぐらい飲んだっていう、ね。力道山関係ない話で、ね。関係ない話で盛り上がったから、その第2回お前来るかって言われて、あ、もうぜひ行きますっていうところで、それで、まあ、7時から、開始だったんです、はい、神保町で7時からだったんですけど、はい、まあ、僕はちょっとラジオ土曜日終わって、うん、でその後にちょっとゆかりさんの独演会、三遊亭ゆかりさんの会があって、はい、でその後から、うん、まあ、その高田先生の会まで少し時間があったので、はい、本当独演会のネタも作んなきゃいけないんですけど、うん、ちょっといろんなゴシップを仕入れようと思って、うん、ちょっといろんな人になんかゴシップないかっていうことで、はい、それでその丸山ゴンザレスさんっていう、うん、結構クレイジージャーニーとか出ている、うん、まあ、いろんな世界のやばいことをしてる人、はい、あの人からなんかゴシップないですかって聞いたら、うん、まあ、極上のゴシップをこう丸山ゴンザレスが仕入れて、もう本当行ったんですよ、うん、で僕は早めに10分前に6時50分に、うん、早すぎるかなと思って店入ったら、うん、僕以外全員揃ってて、あら、もう11人いたんですけど、おじさんがもう10人座ってて、お前遅いよみたいな感じで、皆さん早すぎるでしょみたいな、もう早くやりたいんだよとか、お前待ちだよみたいな感じで、じゃあ乾杯って始まって、はい、で、まあ、とりあえず挨拶代わりに、先生、ちょっとゴシップが一つあります。いきなり、うん、コンタレさんのやつやったら、もうお前初回からホームラン出すなよって。でかいそんなことだったホームランって。そう、先ほどの話はそう。最初の打席の、打席からホームラン出すなよ。一回表からホームラン出す。それ以上のゴシップないよ、お前みたいな感じで。盛り上がって。そしたらね、俺が言うじゃないですか、ゴシップ。はい、その、細田さんが、全部その後に補足すんのよ。あ、その話はですね。知ってるんだ。知ってんの。だからもう、いろんな、ノンフィクション作家だから、はい、取材してるし、もう裏も取れてるから、だから、みんながちょっと、これなんか、あれなんですけどねっていうのも、あ、それは本当ですとか、もうそれがすっごい面白くて、で、それどういうことなんですか、それは実は本当は違っていましてみたいなとこで、もう細田さんの解説が入るから、もうとにかくそれだけで、まあ、あっという間に、5時間ぐらい経って飲み会でした。だから、一之輔師匠も一緒だったの、新風亭一之輔師匠、はい。で、一之輔師匠が持ってきたゴシップが、うん、ちょっと俺と被ったりもして、なんか、あ、それ俺今日仕入れたやつみたいな感じで、なんか子供の頃プレゼント交換とかしたじゃん、誕生日、はい、しましたね、ああいう感じ、ゴシップを、うん、プレゼント交換感覚なんですよ、楽しいんですね、じゃあすごい楽しいですね、みんな一個一個は持ち寄ろうねっていうことで、やったんだけどね、
まあ、全員まで回んなかった、結局でも。あ、ありすぎちゃって。お時間あって細田さんがもう、細田100みんな1ぐらいの割合だった。100対1。プロだから、やっぱり。だからちょっと今日は、そのうち全部、はい、言っちゃおうかなと。言えるんだ。大丈夫ですか？言えるんだ、放送。今日から愛媛だけでしょ？放送。違います。愛媛がプラスされて、日本放送でもやってる。愛媛の皆さん、ラッキーですね。愛媛だけでも言っちゃダメですよ、別に。愛媛だけ？愛媛だけだったらゴシップ言っていいとかないですからね。愛媛でしか聞けない。なんだと思って、愛媛なんだと思ってんだよ。みんな口堅いから、愛媛の人。口堅いから、絶対漏らさない。口堅いって聞いてるから。他県にも出さないぞって、うん、でもその大体半分ぐらいのゴシップは愛媛出身の芝から聞いたやつの方が。僕らのね、芝くんが今日ゲストだけど、ど詳しいからね。結構詳しいから。楽屋でそんな話ばっかりしてるから。そっかそっか。そう。言えるゴシップないの？じゃあ。ねえ、なんだか。言えるゴシップはね、うん、やっぱり、なんかゴシップって言えないよね。まあそうだね。そう言えないやつだから面白いんだよね。でも、なんかやっぱプロレスのことが多かったね。はい、だから俺はあんまりちょっとプロレスとか詳しくないから、はい、わかんないんだけど、でもそういう、その当時のなんかプロ野球とか、はい、そういうのがすごく多くて、うん、それで、やっぱりその高田先生がさ、うん、なんだろう、もう、あ、でもあいつとあいつと付き合ってたよな、とかって、そういうのがすぐ出てくるの。はいはいはい、俺はもう、それが楽しくて、はい、え、あの人とあの人って、なんかお前知らないのみたいな。あそことあそことってもう、付き合ってたから。プロレスラー同士とか？うん、プロレスラーの、とか芸能界の話。芸能界。うん。まあ、詳しいでしょうね。そうなんですよ。そうだよ。だってあの、あいつの母ちゃんとそれも付き合ってたんだから。どういうことですかみたいな。めちゃくちゃ楽しいじゃん。楽しいじゃん、それ。本当ですね。ケースだ。いう感じだったね。へー。知らないことが多いから、ちょっとなんか勉強にもなるし、そう、なんか画像とかを、はい、まあ、あんまり先生の前だから検索できないから、うん、もう本当家帰って、はい、その先生が言ってたそのやつを早く検索したいんだけど、その前に巨人優勝してんのに、それよりも前に。そうです、土曜日の夜だからね。そっか。だから今もうなんかかなりおばあちゃんになっちゃった、人とかが、うん、なんか若い時は結構すごくモテてたんだよ、みたいな話してって、で、本当ですかみたいな話とかみんなでしてじゃん、はい、誰かその、細田さんか、あ、写真ありますよとか、なんで写真持ってんすかみたいな、写真見せたら、うん、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかって言って、10人ぐらい男が、いや、これいいですね。何の回だよ、みたいな。俺にもスマホ回してくださいとか言って、いや、いけますねとか何やってんだよ、それぐらいは言えそうだけどね、それ誰、それ誰とは、ね、それをちょっと言っちゃうと、ええ、うん、そうだけど。ちょっと言えないんですけど、言えないんだ、うん、それも言えないんですよね。意外な人ですかね、じゃあね。そう。すごい面白かったね。そういう回がありました、おとといね。そうか。ジャイアンツも優勝したね、その日にね。その日にね。巨人優勝した知らなかったでしょ、ノナちゃん。知らなかったですね。ねえ、そんな、やっぱり、本当に。テレビ見てたら、ね。いや、ねえ、テレビね、だから。安倍晋之助監督よ、同い年。本当ですね。うん、そうだよ。安倍晋之助監督、やっぱね、山っ気があったんだね、ハゲゲンジはね。ん？え？ハゲゲンジの話じゃなかったでしたっけ？違う。ハゲゲンジ。ちょっと、無理やりすぎない？ハゲゲンジさんが、なんか、捕まった時が、はい、なんか巨人全部優勝してるみたいな。優勝するみたいなジンクスがあって。話があったけど。ああ、そう、それは無理やりぶっこんだけど、今。山っ気がね。山っ気は保守で、カッコ保って書いて、羽賀健二カッコ保じゃないから。捕まるのそっちの方じゃないんだね。保守の方だから。保守の方だから。言いたかったのはそういうことですか。そうですね。山っ気があったんだなっていう。容疑者になった人、カッコ保ってつかないから。そんな、ポジションつかないから、別に。違うんですよ、ね。選手メーカー。キャッチャーだけだから。チームじゃない。チームじゃないですね。そういうことでしたね。ねえ、そういうことでした。うん、大谷翔平は、すごい記録作ってるのが知ってます。あ、もうすごい記録。それはもちろん知ってます。各局も、はい。うんうん、生放送もやったんで、各局、取り上げられてましたからね。うん、すごいですよね。うん、もうね、うん。この後もうどうなっていくんだ。ホームラン何本、盗塁何個したのか。51-51 ですよね。51-51 を達成した日あったけど。そうそう。引かないんだよ。ゼロになっちゃって。プラマイゼロだから。ちょっと、独演会のネタそれ使っていいですか。いや大台すごいですけどね。51-51だから結局ゼロですよね。50引く、50、
そっか、54-59だからマイナス5だったんだ、最初に。マイナス5。あ、マイナス5からのスタートだった。最後ね、今日最終戦だったから。うん、54本の59盗塁で終わったんです、うん、すごいよね、うん、最後一つ盗塁決めたんでしょ、最後ね、一つ盗塁、トリプルスリー、あ、そこ3割もいって、すごいですよ ねだから全ての記録を更新してるわけですもんね、ないんですもんね、比べるものがないんですもんね、あ、もう43-43で、はい、からもう全部記録更新、すごいですよね、うん、何やっても、まあ、ホームラン盗塁だけでもね、そう、更新するぞっていう気持ちでやってるんですかね、え、更新するぞっていう適当すぎない、いや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 、どういうね気持ちでも、あんな走んなくてもいいわけですもんね、盗塁、そうだよ、だからそれでもすごい盗塁するじゃないですか、だからすごい、でも足早かったし、ね、本当に秋山浩二ってね、西武ライオンズで、はい、35ホームラン35盗塁を、うん、日本のプロ野球で2回やってる唯一の選手、パワーとスピード、はい、最もメジャーリーグに近いと言われたこの秋山浩二さんが、うん、テレビで大谷の解説してたら、うん、僕、秋山さんがそうだったけど、うん、体重を1キロ2キロでも増やすと、うん、ものすごい足が遅くなる、はい、遅いで、だから多分大谷くんは、はい、僕の予想だけど体重の管理だけは、うん、相当徹底してたんで、毎日全く変えずにやってたんで、シーズン通してじゃなきゃこんな盗塁できないと、うん、だからもっとホームラン打ちたいと思ってパワーつけたいなと思った時があった秋山さん、そしたらやっぱりちょっとスピードが確実に落ちるから、この両立は難しいんだ、難しいね、数字以上に、だって1キロの、ね、ダンベル持ってまたみたいなもんだから、その分怪我もね増えるかもしれないから、だって馬ですら、うん、ハンデ1キロ変わると何馬身か違うっていうからね、500キロある馬ですらジョッキー その負担重量が1キロ変わるだけで勝敗変わってくるわけだから、じゃあ軽すぎちゃってもパワーがなくなっちゃうみたいなことなんでしょ、痩せすぎちゃっても、あ、まあ、その自分の体重はねじゃなくて負担重量で、うん、だからこれか、うん、あ、そうかそうか、なんか乗せて走るんですか、そうそうそう、へえ、まあ、だからその、うん、そう、スポーツ選手も自分の体重でもそうかもしれないね、1キロ違うだけで、いいよね、うん、それはだから本当に今が一番ね、はい、一番いい状態なのかな、やっぱりね、これがピークなのか、スピードとまだ来年本当ですね、もう見ていくかやりながらいやもう、ね、でもやっぱ入団当時のあれ線細いよね、やっぱり見たら映像とか、やっぱ体格は違うんだ、違いますね、あの時からでも飛ばす方の方がすごかったって言ってたね、今日もキャッチャーの鶴岡さんのインタビューがあったけど、ピッチャーだったらダルビッシュの方が上だったってね、あの時点だけど、だけど初めてマウンドで受けた時にブルペンで、はいはい、チカッと思ったんだって、なんだこいつと思って、もうすげえ でかい手足長いから近く感じた、でこれバッター打てないだろうなと思って、あと5年ぐらいしたら、とんでもないピッチャーになるなって思ったんだって、だけどバッターは1年目のキャンプで打った時から、はい、は何この人めちゃくちゃと左中間飛ばすじゃんって思ったっていう人です。でもそう、二刀流の時やっぱね、うん、その反対する人もいて、その時はみんな大体ピッチャー専念した方がいいっていう人が多かったでしょ、うん、ピッチャーに専念した方がいいっていう人いたね、なんか多かったね、どっちかというとピッチャーなんだね、やっぱり160キロ投げれる、165か、投げれる人っていないから、あ、まあ、そっちの方がやっぱり伸びしろがあるって思った、そう思った、でもやっぱりイチローさんとか、はい、落合さんとかはやっぱり両方すごいっていう、その頃から言ってた、イチローはもう結構前からサイヤング賞を取った次の年にホームラン王とか取ってるよ、はい、彼はって言ってたから、なるほどね、だからそれもすごい話ですよ、まあね、すごいですね、そうやって言ってたとしても、うん、ここまで行くとは思わない、思わない、ね、だからもうさ、今芝君がこの前出たフィルムエストってあるでしょ、昔の昭和、友近さんと一緒にね、そうやってた、はいはいはい、あれでさ、なんか子供の頃のなんかお礼みたいなやつで、なんか今後にすごい選手出てくるよとかってなんか予言してたみたいな嘘のやつ作ってもらいたいなと思ってさ
ホームランね。あ、そうだから、フェイク動画でね、今あるんだよね。なんかこう、昔の映像風に作って、なるほど、すごい予言してるみたいな。なんか出てくるよね、なんか出てくるとか。あれ面白いんだよね。確かに。あれ作れるんだね、だからね。昭和風の映像を作る。あそこまでできるんだね。あれ、すごい面白い。あの、フィルムエストって。極悪女王の中とかでもそうじゃん。うん、そのなんかこう、当時のテレビ中継みたいな画面が出てくるじゃない。紙切りデスマッチみたいな、ああいうこうなんかちょっとチープな、あれを字幕をわざと入れてみたいなね。そういうのをなんか作る人面白そう、面白いだよね、ああいうのね。面白いと思うよ。楽しそうだよね、ああいうのね、作るのも。なんかまた、そういうのだけじゃなくて、はい、今のこのトレンドも、昭和風にしてる世界線のやつとかを結構、うん、上げてんの、フィルムエストって、はい、例えば猫ミームっていう言葉を、うん、ポストです、X でポストするっていうのを、うん、なんかその携帯がない時代の設定で、うん、コールセンターみたいので、うん、なんかその表現してて、うん、ここなんとかコールセンターは今のトレンドが毎日ひっきりなしに電話かかってきますとかって、今のトレンドは何ですかって言ったら、その、うん、なんか今猫ミームって言葉がすごく流行ってて、うん、でそれをみんなで一日で会議して、うん、今日何がトレンドかっていうのを決めるんですとかつって、うん、でなんかもう昭和の人たちみたいなのが会議室にいて、何にするつって、なんかこれでいいよ、猫ミームで決めたとかつって、うん、猫ミームに決まりましたとか、なんかそういう映像とか作ってて、まあ、トレンド決める会議室があるみたいな設定とかね。そう、ポストをしたら、なんかそこに電話かかってくるみたいな設定にしてんのかよくわかんないんだけど、1日に100万件ぐらい電話来るんで結構大変なんですけど、私も、とかつって、こんなのやっててさ、あの面白いよね、作ってんの。そうね、だからバブリーなんか一番いいじゃん。はい、本当に昭和だからさ、そうですよね、うん、今なんか作りたいと思うでしょ、あの見てると、なんかあの時代のね、うん、そうですね、あの時代作りたいなって、はい、思います。どの時代が一番好きなの？90年代、まあ、うん、やはりまあ90年代もやっぱり自分が来たね、うん、あの時代なのでいいですよね、うん、80年代ももちろんなんかいいけども、うんうん、まあ、現在もいいですね。現在の2024年のなんかこの、うん、やっぱ母になったから、はい、やっぱり今の、うん、バブ子の成長を見てる今の時代が結局いいみたいな、はい、一番いいみたいなねことだ、うん、うん、そうですね。最近でも、まあ、バレーボールのネタとかをちょっとなんかちょっとずつ作ったりしてます。バレーボールのネタ、はい、バレーボールのネタとかですね、うんうんうん、はい、バレーボールのネタは、まあ、いや、漫談じゃなくて、まあ、ショートのネタみたいな、まあまあまあ、でもまあ、もうちょっと寝かさせてください。月曜日3週間ぶりだけど。3週間ぶりだけど。いや、本当にね。いろいろありましたよ、うん、もう、本当に。ね、ふなっしーとロケしたりね。え、はい、船橋、はい、中川礼二さんの一押しロケっていう、うん、出させていただいて、うん、なんかこの駅のホームで、うん、こう収録というかね、するんですけれども、うん、まあ、京成本線、電車のやつか、はい、京成本線ですね、うん、をこう、まあ、旅はしないんですけども、うん、板付きで話すんですけども、うん、の思い出とかをみんなで話すっていう。でも船橋と一緒に電車も乗ったんで、船橋と一緒に、はい、ちょっと移動の時にちょっと普通に、これはカメラ回ってない状態なんですけども、ちょっと隣に座らせていただいてね。そうなんだ、はい、普通に電車乗って周りの人がびっくりしましたけど。船橋乗ってたら、船橋、ね、乗ってたら絶対二度見しちゃうよね。はい、エレイジさんは普通の何ですか、この車掌の格好で普通にフラッと乗ってるから、エレイジさんさ、すごいやってるよね、車掌。すごいやってます。うちらが出たやつはまた違う番組だよね。あれ違うね、多分そう、各局いろいろやってるから、各局やってるでしょ、はい、すげえ。でその途中なんかロケバスとか乗りたがんないんだよね。乗りたがんないですよ。もうレイさんも電車乗りたいんだよね。電車乗りたいんですよ。何でもいいから。一番早く前陣切っていくから、普通に本当に。未だに電車乗るのが好きなんですね。そうなんですよ。はい。うん、でその前の日に大林素子さんと普通にプライベートでランチしてたんで、うんうんうん、はい。なんか船橋ちっちゃく感じましたよね。素子さんの次に。素子さんの次になったから、なんか大きさバグっちゃって、なんかはい。ちっちゃいな船橋みたいな。あ、そうです。もうなんかもう、はい、バレリーナの格好してなんかネタやってたよ、この前。え、本当ですか？千鳥のクセスゴで。
バレリーナの格好してネタやってた意味わかんなかった魚天国に、はい、魚に変えて僕、うん、私が好きな若手を、うん、芸人を歌います若手なんとかザギースって若手ザギースなんなんで、なんでバレリーナでやんのそれ。ナイツも入ってたのよ。なんとかな、さすがのかまいたち、ナイツもなん好きで、カツラ何個つって、ベテランじゃねえかつって。いつ作ったネタなんだよつって突っ込まれて。意味わかんない、あの人。バレリーナ、バレーだからか。バレーボールからかけてバレリーナになってる。そういうことか。バレー違いってこと。そうかもしれないですね。そうかもしれないね。もうなんか俺もそこまで考えなくて、なんかまた変な格好したいんだろうなって思っちゃった。なんか大林さんのことだから。最近はもう、最近肩上がんなくてサーブ入んないって言ってましたね。下からそう俺でやってる。それでそれランチした時に熱望してました、うん、劇団スティック。あ、それは俺はもう来年の劇団スティックはもう絶対大林さんは使う。うん、ええー。だってもう本人から言われてるし。そうだね。そうですよね、うん。でももう女優さんとして結構もう実績あるから棒じゃない可能性ある。うん、そうですよ、ね。じゃ棒じゃないと思う。うん、なんかもう僕なんか知らなかったすごいやってんだよね今舞台を、うん。すごいやってますいろいろ、うん。はい。だから舞台いろいろやってるから、うん、うん、だから上手。上手だと思いますよ。はい、うん。ただ、今もう BS 吉本しか見ないんだって言ってました、テレビ。言ってるな。すごい、ね。私ね、ノラちゃん、もうね、BS 吉本しか見ないって。こんなこと言っちゃあれだけど、そんなやついるんだ。いや、ほんとBS 吉本しか見ない。見ないって言ってました。すごいね、ちょっと水面下で BS 吉本の人にね、はい、ずっと会うたびに言ってんだけど、うん、BS 吉本の中で、15分でもいいから漫才協会の、うん、バレギュラー番組をやらせてくんないかって、ちょっと面白くない？そうはね。BS 吉本の中で漫才協会の番組やってるの。確かに。BS 吉本のスタジオが、割と浅草から近いところにあったよ。俺一回行ったもん。嘘？そう。あ、なんか出たんだ、ゲストで。うん、あ、なんだ、プレバトの時かな。プレバトのなんか作業の時。作業の時。そうそうそう。いいじゃん。近くにあるんだよ。うん、でもそこでずっと BS も24時間何かしら撮ってるみたいなとこあるらしいから。もうどこまでもついていきますよ。吉本さんにね。吉本さんに。それはもう当たり前じゃないですか。会長がこうやって言うんだから。はい。本当ですね。会長と、それはそうですよ。総理大臣変わったら外交変わるのと一緒ですよ。外交か。休日賞は嫌いだと思うんですけど、ね、俺は大好きなんです。その吉本の中に漫才協会枠みたいなのが当たり前じゃん。できれば、なんかいろんな番組にね、ちょっとずつ出れるような。吉本興業主催なんですから、その M1 グランプリだって。番組だって、もうそうです。ほとんどそうですから。そうですね。ねえ。ね、その、統括、うん、はい。地域ね、ノラちゃんと見てて思い出したけど、統括ヤッホー、うん。はい。あの、またこの前行ってきた金曜日。は、うん、誰ですか。統括ヤッホーっていうのは、はい、あの、千葉県の、柏、流山、野田、はい、白い、阿鼻子、松戸、鎌ヶ谷の地域しか流れない J-COM の番組で、はい、そこのまとめて統括会っていうのを僕が作って、その会長ということでロケをしてるんですけど、はい、この前、石出奈々子ちゃん。あ、石出奈々子さん。この前解散した、モッチーの。モッチー好きの奥さん。ね、奥さんね。奈々子ちゃんが、まあ、出産して、そうですね。もう、今、体調が戻ったということで、石井奈々子ちゃん。統括の。そうですね。言ってんだけど、はい、その石井奈々子ちゃんが、はい、石井奈々子ちゃんが言うから別に、俺が言ったんじゃないよ。はい、始まる前に、うん、ちょっと出産してから、うん、なんか頭が悪くなっちゃったんで。いや、それは、私も同じ意見です。はい。やっぱりそういうのってあるんだから、俺はそこをなんか、あ、でもそれってちょっと言おうとしてたから、オープニングで。うん、ちょっとあんま言わない方がいいかもしれない。俺も、どうしてか。なんか、すいません、原さん、そういう、なんか出て、まあ、本人のね、うん、本人の感想ではあるんだけれども、多分いろんなとこから、その、意見は出るだろうね。そう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 思い浮かばなかったり、そう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 です。しちゃうんだ。でもそうです。それも多分やっぱり育児、脳が育児脳になっちゃってるから、しょうがない。でね、体が変わるわけだから。脳みそが、もう子供になっちゃってるから、それはもう、体としてなんでしょ。私もだって、初め、復帰の第、初めのテレビ、ラジオで、このラジオで、私多分平野千明ですって本名言ったんですよ。一発目で。一発目で。はい。そのぐらいもう自分なんかもうわけわかんなくなっちゃうんですよ。なっちゃうのかな。なっちゃうんですよ。だからそのフォローじゃあフォローするからみたいな感じで、まあ始まったんだけど、柏、はい、松戸あ違うどこだ柏か。柏ですね。柏の風に早いって書いて風早っていうところをだけをロケすると、はい、まあいつもと同じ。はいはい。だったんだけども、もう工場地帯なんだよね。だから、本当に、ロケができないというか、工場にももう、
アポなしで多分入れないし、うん、なるほど、なんかもうなんつうのかな、入れないから、はいはい、壁があって、はい、でも本当に今日やばいねみたいな話してて、あそこしかない、なさすぎるなって話してて、うん、それででっかいその工場とでっかいなんか商業施設しかないのよ、うん、でこういうとこってなんか、まあ、ここがロケ許可取れれば、うん、ここだけで昼なんですみたいに全部行けるから、うん、行けたらいいですけどねとか言ってて、はい、ちょっとじゃあ俺行ってきますよって言って、うん、行ったのね、はい、待っててくださいっつって、そしたらなんかすっごいでかい商業施設みたいなとこに一人で行って、はい、あ、なんですかって、あのちょっとジェイコムの番組でロケをここでやらせていただいたけど、いや当日ですか、今か、え急に、急に、ここ全部ですか、うんうんうん、いや、ちょっとなんかできれば、つって、いや、ちょっとお待ちください、とかつって、うん、そしたらなんか、もう、何人もいろんな人が、バッタバタで、電話して、はい、どうしますみたいになって、うん、で、ちょっとなんかスポーツ用品店みたいなとこが、でっかいとこがあって、そこは行けそうなぐらいまで行ったのね。うん、そしたら、その、店長さんみたいな人が、最終的になんか来て、うん、したら、あの、実は普段埼玉にいるんですけど、うん、ちょっと今日たまたま千葉に来てて、うん、僕は全国のここの管理者なんで、うん、ああ、よかった、ありがとうございます。花、うん、さんの YouTube 見てます。うん、って、うん、だから、YouTube いいですよ、つって、はい。あれですよね、なんか花さんの、あの、自由時間ですよね。うん、で、あ、違うんですよ、これ。自由時間じゃなくて、うん、あの、JCOM の番組なんですよ、うん、したら、うん。ちょっとごめんなさい。それが一番おもろかったけどね。えダメなんか。ダメ JCOM。ダメなんだ。そっちはダメなんだ。ちょっと、ごめんなさい。ちょっともう一回確認しますって。許可取れない、J コム。なんか、個人のやつの方が、いろいろこの、言えるから、後で、ここカットしてくれる。あ、なるほどね。いいんだけど、その J コムだったら、やっぱり当日じゃなくて、ちゃんとこういう台本を送って、っていうこととかをしてほしいらしくて。もうやっぱもうそもそもやっぱ無理があるんじゃない？無理。なるほど。ね、無理。統括エアホーのもう企画自体が。最後まで聞いてください。それで、うん、その後に、うん、もうロケするとこがないと。うん、いうところで、まあ、一個、店がとにかくないと。はい。で、一個だけあの、なんか、工具屋さんが見つけたのよ。工具屋？工具屋さん。で、工具屋さんが、の、なんか壁に、TBS ラジオの、なんか、スポンサーやってますみたいな、なんか書いてある。そう、なんかそれ、はい、だからここでいけるなと思って、うん、でもいきなりガシャって入って、うん、あ、どうも TBS ラジオもやってます、ナイツの花ですとかしたら、あーとかして、うん、じゃあロケお願いしますとかしたら、はい、わかりました。早い。5秒で。5秒で。で、うん、もう、ここしかないと思って、引っ張るだけ、これすごいですね、この最新のドライバー。工具屋だからね。これ何が今売れてるんですかつって、うんうん。これはね、マクドナルドのハッピーセットとかのネジとかに合うやつなんですよ。あ、これはすごいですね。とかつって、うん、マクドナルドもね、ハッピーセットありますもんね。って言ったらもうスタッフさんが、うん、いやもうちょっともう、話すと、もういいです、ここは。と粘りすぎる。ここで30分いけないです。あ、そうですか。って言って、うん、もうそこは5分ぐらいで、使いどころがないと、うん。で、どうするってなった時に最後もう一個、うん、最後歩いたらでっかい商業施設があって、でも一回失敗してるけど、はい、ダメ元ですいません、税込むで、うん、あのこういう番組やってて風早だけでなんとかお願いできないですかって言って、うん、そしたらもう本当になんかまた15分ぐらい待ったんだよ、うん、そこで、はいうんはい、その結果そこの商業施設 OK になって、うん、もう本当に服屋さんとか、うん、そこが OK になったのよ。で、そこで石井奈々子ちゃんに出産祝いを買うみたいな。なるほど。なんかそういう展開。番組っぽい。いいですね。できて、うん、もう最高だったの。すっごい面白かったんだけど、うん、俺なんか石井奈々子ちゃんって面白いのが、うん、なんか、はい、その、まあ、時間も結構押してたんだよ。はい、そのなんか待ちの時間もあったから、うん。で、俺もちょっとケツもあったから早く終わんなきゃいけなかったんだけど、うん、ありがとうございます、出産祝いですか、って何がいいのって言ったら、いやーちょっと何ですかねーみたいなさ、うんうん、すげえ迷ってて、いやまあそれはそうだよね迷うねーっつって、うん、これどうこのホットサンド焼くやつがあったから、うん、これどう、あ、じゃあこれキープでみたいな感じで、うん、じゃあこれいろんな種類ありましたよねって、いや俺もうどれでもいいや早くしろって、いや勝手だな、
工具屋では引っ張って工具屋で引っ張って七子ちゃんもそれ引っ張ってくれてんじゃないのそれは。だって取れ高ないってそう散々言ってんだから、巻いたりとか、うん、その時だけじゃあこれねって言って、うん、だから子供にもなんか買ってあげようせっかく。そうね、出産祝い、まあ、上にパタゴニアの専門店があった、うんうんうん、ちっちゃいなんかパタゴニアの、うん、あのモフモフの服があったから、うん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 、これ子供着せたら可愛いじゃん、うん、え、いいんですか、うん、ってで、こうなんかファスナーのとこが赤い、うん、ちょ赤くなってる、うん、それでなんかそれがいいってなったんだけど、うんうん、あの親子でお揃いとかにしたいんですけど、うん、とかつって、うん、あ、そっか、別にいいけどつって、あのあれも買うのになと思いながら、ホットサンド買うのになあ、まあそうだよね、うん、だからこれからねちょっと幼稚園送る時とかね、うん、上に羽織だけでいいもんねっつったら、うん、あ、いいですかと思って。で、ちょっと選びますつって、うん、そしたらさ、もう、そこからさ、うん、パタゴニアのさ、うん、服をさ、うん、あの、これ、と、これ、どっちが、あの、いいですかとかさ、どっちでもいいやつ。いやいやいや。やっててさ、まあ、それで、お揃いのやつがないんですよ、うん、とかって言うんだよ。いや、これ、限りなく色近いからいいんじゃないのそしたら、うんうん、いや、これってファスナーが赤色じゃないですか。女子だな。だけど、私も娘と同じ、息子と同じ赤色のここを着たいんですよ、はい、とかって言ったら、うんうん、店員さんが、うん、あ、そこはもう子供だけなんですよ、ファスナーの色がついてる。だからここのポケットのこういうワンポイントで赤がついてるから、うん、その今、うん、逆にその全く同じ揃いじゃなくて、なるほど、一個揃ってるだけの方がおしゃれな、お揃いの方がね。リングコーデみたいな。で、ジェイコムのスタッフさんも早く終わらせたいから、うん、なんか、私もそう思います。絶対その方がいいですよ、つったら、ええー。上司いや、ちょっと待ってください。お母さんいやー、迷うなー、とかつって。うん、すっげーしかかった。ダイツ。いいじゃん。ダイツ。いいじゃない。それも。母ですね。母だよね。そうだね。統括ね、あとおねだりしちゃうのがいいですね。うん、おねだり、どさくそに紛れておねだりするの。かわいいよ。やっぱここぞとばかりね。かわいい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 。かわいらしいですよ。かわいらしい子でしたよ、ほんとにね。はい、では、そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it.Are you ready? The Radio Show!改めまして、ナイツラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、番組では日替わりテーマでメールを募集しています。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ザ・ GS 栄光のグループサウンズファイナルコンサート、11月24日日曜日午後3時から高崎芸術劇場大劇場で。チケット絶賛発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。9月22日、番組はラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。花輪信之、土屋信之、平野ノラ、この後3時半まで生放送。ナイツザ・ラジオショー。すげえ、これ新しいジングル、ね、
あの熟女水着大会のナレーションでおなじみの服部淳さん。それでおなじみじゃない。ナレーションいやもっともっとおなじみの番組いっぱいあるで、服部淳さんは。熟女すごいですよ。でもナレーション今で水田うから水田うからまあ見とくからもう全部やってる。服部淳さんが服部淳さんのこのナレーションやってくれました。はい、まあ本当にね、エコダの焼き鳥屋によく行く友達ですから私もね。もう本当に。ね、そんなのやってくれないですよ普通。服部淳さん、ありがとうございます。本当にね、さあ、うん、それでは続いてはこちらのコーナー、漫才協会ニュース。はい、愛媛の方にはなかなか馴染みがないかもしれませんが、浅草東洋館をホームグラウンドにする漫才師たちが所属する漫才協会という団体が、花さんが会長をやってます。そうなんですよ。私は常務理事、最近はいろんな部活動が活発に行われていて、漫才協会の中の部活動があるんですね、はい、それを紹介しているコーナーですね。今日は古くから存在する老舗の部活、タップダンス部の紹介です。スタジオにはタップダンス部の部長、宮田洋翔の宮田洋さんに来てもらいました。あ、そう、全部こう仕切ってやってくれる洋さんいなかったらね、いや本当ですよ、潰れちゃうよね、大変ですよ。いやいや絶対潰れないですよいやいや一番そういうのやってる人なの、一番やってる、やってるのに草野球とかタップ、はい、タップダンスとかフットサルの、はい、うん、コート取ったり道具持ってくるの、いまだに洋さんがやってない。そうなんだ、誰もいないんだから、人に任せられないたちなんですよ、なんですか、そうなんですよ、ね、そんな感じでタップダンス部も、そうなんですよ、やっているところです。昔からありますよね、タップダンス部自体はね。ね、もう7年になります。まだ7年なんですね。そうなんですよ、あの、うん、漫才大会で、うん、あの浅草公会堂でやってた時、はいはい、そのオープニングでタップダンスやろうかっていう企画になって、うん、でそれでやりたい人を集めて、あの古本賞に指導してもらって始めたのが7年前ですね。それが始まりなんですよ、うん、はい、何人ぐらい今いるんでしたっけ、メンバー。今登録メンバーは確か今36人だと思うんですけど、まあけどいつもレッスンに参加するのは平均5人いや少ないなんかいつも LINE が送られてくるけど、はい、少ないなと思って、そうなんですよ、同じメンバーですね、大体同じですね。みんなね、やっぱまあ基本的にたけしさんに憧れてね、たけしさんが浅草といえば浅草、ね、昔のフランスだ、ね、今の浅草東洋館でね、はい、あの屋上とか、あのエレベーターでねタップ踏んで、はい、それまで憧れて、それをねちょっと追体験したいってことでみんな始めちゃうんですけど、はい、大体基本的に靴買った時点で満足しちゃうみたいで大体参加しなくなりました、ね、で今日は、ちょっと浅草からですね、はい、タップダンス用の板も持ってきたので、浅草から持ってきたの、東洋館から持ってきた、東洋館から持ってきたということで、ちょっと洋さんに早速なんですけど、ちょっとタップを披露ラジオでね、嬉しい、この距離、この距離はないな、ちょっとね、いい音をいただきたいと、もう部長のシューズ、はい、ね、入ってきました、部長の腕前をちょっとお願いします。いいんすかね、はい、音楽はもう、あ、音楽なしで、もうアカペラで、アカペラでかっこいい、はい、ちょっとお願いします。いいですかね、はい、いきます。上手くなってますね。いやもうそれ7年やってますから、もうね、すげえ、いやいや、いや今日特に出来が良かった、出来が良かった、いや本番に強いな、本番に強い、はい、これは洋さんはもう本当に7年前にもうゼロから始めた、ゼロからです、本当、本当にや、ね、ちょっとやってみようかって感じで始めて、本場に教えてもらって、そうなんですよ、はい、これちょっと言いづらいかもしれないけど、一番上手いのっておぼんこぼん師匠でしょ、ああ、どっちかの、はいはい、タップダンス。まあ、満挙全体で言うとね。全体で言うと、はい、もちろん。どっちが上手いとかあるんですか、本当。これ言いづらいかもしれないですけど、お盆。お盆師匠だと思いますね。はい。また火種になるから、それは。はい。小盆師匠が教えてくれたんだよ。そう。指導してもらったのは小盆師匠なんです。まあけど、小盆師匠に指導してもらったのは、まあ2年ぐらいで。あ、そうですか。もうちゃんとした先生、今また先生が、ね。今、猪俣正哉先生とプロのタップダンサーの方に教えてもらってて。あと、他のメンバーで、めちゃくちゃ上手い人っているんですか？そうですね、もっと、たぬきご飯の、そうそう、あの、堀布の子。うん、ああ、堀さん。堀ちゃんも辞めたけどね。そう、漫才協会は大会したけど、タップダンス部は入ってて。残ってね。で、めちゃくちゃ、うまいですね。うまいですね。あと、まあ、一目さんの久保田君ね。
あとバイバイの長塚くん、まあ、ここら辺がエース で、 あそうです、ね、で次期エースがオセスと京太の2人みたいな感じですね。確実に育ってはいる。そうですね。最近東洋館 の、 その興行の合間で飛び入りでね、あそうなんです、ゲリラ的に、うん、漫才大行進でやってますよね。若手コーナーの冒頭でちょっと1曲踊らせてもらったりとかしてるんです。本当はい、そうなんです。短くてすみませんが、ちょっともう時間が、あそうそうなんか、ね、告知がもしあれば、あ告知あいいですかね、ちょっとお知らせ、それを言いたくてね、いいですか、はい、あの11月23日に、あの日暮里サニーホールで漫才とタップダンスの夕べっていうすごい、ついにタップダンス部やるんだ、はい、公演をやることになりまして、まあ、前半はね、あの漫才で、後半ねずっちとかもね、ねずっちは出ない、出ない、出ないですね、タップダンス部じゃないんで、ね、で、あの後半、まあ、タップダンスをたっぷり、であの猪俣先生のソロもありますんで、ね、新曲もやる予定で、やっぱプロはすごいでしょ、はい、そうですね、まあ所詮ね僕らのはね、あのアマチュアの発表会になっちゃいますんで、やっぱりけどね、先生がねいただきながらソロをやるっていうので、あのなるほど、それお金を払う価値はあるかなって、ね、11月23日の土曜日ですね、そうですそうです、はい、サニーホール、はい、サニーホールでぜひねお越しください。本当あと陽さん部活動は何やってるんですか。あと、まあ、野球部も入ってますし、うん、あと、フットサル部、うん、マンチェスター P というフットサル部の監督やってます、うん、はい。いろいろやってますから、昨日もあの台東区リーグ試合だったんですよ、リーグ戦出てんだ、リーグ戦第5節昨日は、まあ、3連敗漫才やってますからね、漫才やってます、漫才もやってますから、ね、はい、ということで、はい、漫才協会ニュースということで、ゲストはタップダンス部部長の宮田陽翔の宮田陽さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が、出張査定で漏れなくクオカード、え？僕からのプレゼントと思って、あなた出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999、 繰り返してくれる？ 157-999、 はい。お砂糖と健康について楽しく学びませんか。11月12日火曜日午後2時から横浜グランドインターコンチネンタルホテルで開催の砂糖と健康セミナーに抽選で250名様をご招待します。司会は私広田美由紀が務めます。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きになって、郵便番号 100-8439 日本放送砂糖と健康セミナー係まで、日本放送ホームページからも応募できます。日本放送をお聞きの皆さん、伊藤蘭です。この度全国9都市を巡るオーバーザムーンコンサートツアー2024-2025 を開催いたします。東京公演は1月25日東京ガーデンシアターで開催、10月5日からチケット販売開始、お問い合わせは日本放送イベントホームページまで。三宅裕司です。劇団 SCP 創立45周年記念第62回本公演、日本競争時代令和ジャパンはびっくり仰天有頂天、10月17日から池袋のサンシャイン劇場で上演します。創立45周年の今年の公演は、60年代の日本を舞台に笑い、歌、ダンス、アクション全てを盛り込んだ総合エンターテインメント、最高の舞台をお届けします。チケット絶賛発売中、お問い合わせはチケットスペース03-3234-9999、 劇場でお待ちしております。時刻は1時47分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党の石破総裁は今日午後、次の総理大臣として衆議院選挙を来月27日に投開票の日程で行うと表明します。これは自民党幹部が明らかにしたものです。来月9日に衆議院を解散する意向で、公示は15日となります。こういった中、与野党の国会対策委員長らは今日国会内で対談し、臨時国会について与党側からは来月9日までの会期にしたいとする方針が伝えられました。これに対し抗議したいとする立憲民主党の笠国会対策委員長です。まあ、これは9日に解散をするということを前提の提案でございまして、我々は先ほども野党国対委員長でですね、しっかりとした予算委員会も含めて十分な審議をして、
国民の判断材料をしっかりとね、これを提示した上で、その上で、解散すべきということを強く要求することを確認をしておりますので、もうそんなことは到底受け入れがたいと。この臨時国会、大事な臨時国会、冒頭からですね、まあ、こういう強硬姿勢を本当に貫いてきたならば、私たちも断固として抵抗したいというふうに考えております。野党は明日召集の臨時国会で衆議院を解散する前に予算委員会を開くよう与党に求めたい考えでした。次です。イスラエル軍は29日、イスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者ナスララ氏を殺害した27日の空爆について、ナスララ氏の他にヒズボラの幹部ら20人以上の関係者を殺害したと発表しました。幹部が殺害されたことにより、ヒズボラの指揮系統はさらなる打撃を受けるとみられます。両国間の関係が緊張していることを受け、林官房長官は邦人保護に全力を挙げる考えを示しました。邦人保護につきましては、政府として緊張感を持って、現地の在留邦人の安全確保に取り組んでおります。まず現時点で在留邦人に被害がないことを確認しているほか、現在、レバノン全土に危険レベル4、退避勧告が発出されておりまして、在留邦人に対して安否確認を行うとともに、定期商用便が運航している間の出国を繰り返し呼びかけております。イスラエル軍は30日、レバノンの首都ベイルートを空爆しました。今後は地上侵攻を含めた大規模な事態の発展に緊張が高まっています。おしまいに、来月に値上げが予定されている食品は2911品目になるという調査結果を帝国バンクが発表しました。品目数は今年最多となる見通しで、原材料の価格高騰の長期化が要因だとしています。来年の食品の値上げについて帝国データバンクの担当者は、賃上げによる人件費の上昇を価格に転嫁する動きは続くだろうと話しています。この時間のニュースは以上です。後藤さんでした。ありがとうございました。大丈夫そう。ワドウィンライブツアー2024 Get them back at 幕張メッセ、11月9日土曜10日日曜、幕張メッセイベントホールで開催。チケット一般発売は10月5日午前10時から。詳しくは日本放送イベントホームページまで。ですね。はい、ラジオネーム削り節さんです、うちの妻の寝起き顔は全く覇気がありません。しかしメイクすると別人のように美しくなります、うん、メイク術がすごすぎて驚きを隠せません、うん、メイク一つでこんなに変わるものでしょうかという。チェンジね。チェンジですね。メイクはやっぱ大事ですよね。メイクっていうね、はい、はありますよね。ありますよね。あまりやりすぎるとね、命取りになりますよね、うん、自分に自分が自分の首を絞めてるようなことにもなりかねないのでね、うん、ああそうですか、そう思います。私メイクのしすぎという、ね、しすぎもよくございませんね、やはりね。なるほど、はい、なるべく最小限で、はい、最小限で美しく見せるということですよね。なんか顔に泥を塗るっていうドラマがね、テレ朝でこのままでやってたんだけど、そのなんか彼氏がモラハラで、うん、その化粧が気に食わないっていうので、はい、もうその口紅やめてとかって言って、なるほど、そこで対立しちゃうみたいなドラマだったの。その顔に泥を塗るって彼氏は思ってるっていうドラマ、化粧をテーマにしたドラマですっごい面白くて、私に合った口紅とかを探していく中でまた違うそのメイクの人とちょっと知り合って、その人と最後結ばれるみたいな。なるほど。そういうのってね、結構あんのかなと思ってさ、ね、あとなんか男性はやっぱりなんか人工的な顔があんまり好きじゃないらしいんですよ、うんうんうん、なんかね、あ、そうか、ナチュラルのやっぱりこの生存していくのにそういう風になってるんですって。すっぴんで惚れるっていうね、うん、そうそうそう、本当に惚れる時ってすっぴん見た時にっていうのはよくある。マジ悲しいです、ね、俺もすっぴんのが好きだな。ありがとうございただきました。男性のもそ本能がいただきました。ありがとうございます。さあ四国でお聞きの方はここで一旦、また2時に。ありました。続いてハロー神奈川です。お知らせ、横浜のスタジオから田中さんにお伝えしました。田中さん、今日のメールテーマが、はい、チェンジした話。あ、
ということです。そうですね、私、うん、あのうどんが大好きで、ええ、うどん屋さん行った時にざるうどんから、うん、味噌煮込みうどんにチェンジしました。はい、あったかい方に。あったかい方に。はい、すごいですね。え、それは本当にうどん好きだったらざるうどん逆の方が良かったかもしれない。ざるも好きですけど、やっぱりね、ちょっとあったかい方に行きますね。ちょっと寒くなってきましたしね。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。カモン達夫、鉄アンドトモ、アメミヤ、ドブロック報復絶倒の歌ネタライブ、歌ネタ40史爆笑ロマン飛行2024、12月8日日曜日、相模原市民会館ホール。お問い合わせは03-3355-3553 IS まで。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、東関東道の下りが故障車のため渋滞しています。東関東道の下りは湾岸市川インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、首都高速道路湾岸線の浦安まで8キロ渋滞しています。葛西ジャンクションから宮野木ジャンクションまでの所要時間は1時間です。この影響で東京外環道の外回りは高野ジャンクションで2キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ半の渋滞です。一般道路は神奈川県の国道246号線の下りが川崎市高津区梶ヶ谷交差点にトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの丹羽でした。丹羽さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時55分ごろお届けします。さあ、今日このままメールですね、うん、はい、テーマはね、うん、チェンジということですね。はい、辰野お年頃さんです、うん、一緒に暮らしている犬が、うん、夜寝る時に夫の股の間に入って寝ています、うん、私と寝たくないのかなとちょっと傷ついたのですが、うん、とある日寝る場所を夫とチェンジしてみました、うん、すると愛犬が布団の中に入ってきました。人ではなく場所で選んでいるようでした。なるほど、ね、とはいえ夫の布団で寝る私が落ち着かず早々にその試みは終了しました。そっちが気になっちゃって。よかった、まずはよかったけど、ね、まあそうだね、うん、人で選んでるんじゃないんだっていうのは分かったから。そうだよね、うん、犬もなんかその場所が、まあ落ち着く場所とかあるだろうね。かわいいね、犬が股の間に入ってくる。そうね、本当の双子ね。今度のリアクションメールがね、はいはい、来てましたけども、ラジオネームダイダイさん、野良さん、大谷が試合で走る理由は勝ちたいからです。走らなくてもいいのにと言ってましたが、うん、全然走った方がいいです、うんうんうん、愛媛の皆さん、野良さんはもともとこんなんですが、いつもはもうちょっとマシです、うん、多分休み明けのせいなので嫌にならずに引き続き聞いてください、ということで、でもこの時間は愛媛では流れてないということで、ちょっとややこしいんですけど、ね、ややこしやなんですけれども、ね、この時間帯に、ね、ごめんなさい、読んじゃいました、うん、読んでみたら愛媛の皆さんって書いてありました。ミケツマルセンさんからの、はい、時間です、はい、野良さん今日お酒飲んできてますいやいやいや日本全国つつうらうら純烈コンサート2024、10月30日水曜、高崎芸術劇場大劇場で昼夜2回公演。チケットただいま好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ベリーベスト法律事務所より、小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けた方へ。実はあの時、注射器の使い回しが原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っているので、 0120-70-7000 番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ビッグカメラ、スマホを売るならビッグカメラのメガ買い取り。今お持ちのスマホを最大15万円で買い取ります。買い取り後のデータ消去も万全。高く売って新型スマホにお得に買い替えよう。メガ買い取りは10月31日まで。詳しくはビッグカメラのお店、またはラクールで検索。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。
おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。